どうも皆さんこんにちは、わさびでございます。前回例のバケモン雪男に落っことされて、また落っことされて、エルサに会いに上に登んなきゃいけないんですけど、まあこれがね、もう何回目っていうぐらい落とされてるんで、もうそろそろしつこいねっていうことなんですけど、それにしても花粉が辛いわさびです。すごい花粉が、今年の花粉は強いね。鼻声で申し訳ございません。私ぐじゅぐじゅのぐるぐるのブルブルでございます。オッケー、よし、とりあえず登ろう。もう登るしかねえんだ。やっぱこっちで合ってんのか。とりあえずちょっとこっち行ってみます。行けるとこまで落ちてみます。合ってたんだ、降りればよかったんだ。ん？登らせようとしないで。あれ、エルサだよな。あ、あの人は誰だろう。何さ、あ、こいつあれだ。エルサの後ろの人が迎えに来たのかな。アナと婚約した。どう見ても迎えに来たって感じじゃないぞ。実はワルだったっていうパターンのやつ。ほらもう闇出ちゃってるよ。闇に追いかけよう。エルサに触れてんじゃねえぞ。今すぐ話せ。今行くぜ。邪魔、いた、お前、お前と素通りした人をぶん殴るって、お前相当なイカレ野郎だぜ。もう気は済んだ。とりあえず今はエルサを追っかけないと。あれ、絶対あいつじゃん。またこいつじゃん。うら、あ、こいつもあれか、エルサ追っかけてんだ。あいつは、お前、あなたたちに何かしてないだろうな。え、うん、そう、やっぱエルサ追っかけてんだ。お前もエルサを探してるのか。待てって。俺たちもエルサを探してるんだ。めっちゃキレてます。悪者にさらわれたんだろ。共闘しようぜ。きっとエルサを守りたかったんじゃないのかな。すぐ理解するね。じゃあ俺たちと一緒に行くか。だって俺たちもエルサを守りたい。同じだろ。エルサを探しに行こう。そう、昨日の敵は今日の友ってね。誰とでも友達になれるのがソラのいいところだね。ドナルド、グーフィー、置いてくぞ。待ってよ。よっしゃ、超強力な味方がつきました。名前は、お前名前なんつうんだ。クソ雪デカオにしよう。行くぞ。ちょっとお前の強さをちょっと見せてみろ、クソ雪デカオ。ちょっと見せてみろ。さすが、ヒエヒエの身の能力持ってますね、この人も。お前俺より先行くな、でかいんだから。何、お前先導した割にはわけのわかんねえとこ連れてきやがって。たこれだからクソでかい雪王は。よし、さっきのところに戻ってきましたね。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、俺さ、またやらかしてる。嘘でしょ、戻ってきてるよねこれ。やばいこれ。いや確かに戻ってきてるっつうのは分かったけど、分かってたんですよ。でもね、なんか戻れるような感じあったじゃん。あ、そっか、そうだよね、戻って、いや戻ってどうすんだよ。だってエルサだって連れ去られてたもんね。
やばい、ちょっとマジでやばい。いや戻ってるのは分かってたんだけど、戻ってれば上に行けんだろうっていう感覚で、でよく考えてみたらもう上行かなくていいだろうっていう。いや大変申し訳ない。まあ大変申し訳ないっつってもどうせカットだから、ラムネにちょっとバカにされるだけなんだけど、それだけがムカつくわ。でもそれがムカつく。クソデカ雪よって言ってたけども、俺がクソクソだね。まあ迷うんだよね、雪山って絶対こうなるんだよ。やめろって、ほら下ろせ。クリストフの声だ。お前はここでちょっと待ってて、一緒に行ったらクリストフが驚くから。お、スベンとクリストフですね。ダメだスベン、城には戻らない。彼女は恋人といるんだ。クリストフ、ソラ大丈夫だった？俺は平気だ。ソラたちも無事だったみたいだな。アナはよ。アナは一緒じゃないのか？アナは城に返したよ。ん？何かあったのか？アナはエルサの氷のかけらが心に刺さってしまったんだ。あ、そう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 。放っとくと永遠に凍りついてしまうんだそうだ。凍った心を溶かせるのは真実の愛だけらしい。だから恋人のハンスがいるアレンデールに返した。ハンスだ、ハンス。え？クリストフは？え？どういう意味？え？クリストフはアナをどう思ってるの？俺は単なる道案内だよ。そうなんだ。俺はてっきり。お似合いだったよね。なんだ。アナ。え？あ、ほらもうアナ心配になってんじゃん。素直になれよ。よし行くぞ。エルサ見えるの？エルサがあそこにいるのか。まあまあ大きい声出すな、雪崩が起きる。エルサとアナがあの城に。急ごう。よし行くぞてめえら。おお、なんだなんだ。うわ、なんだよなんだよ、風強いよ。吹雪吹雪。あ、そういうこと。ふわーってなったらあの横に隠れなさいってことなの。そろそろ来る。オッケー。クソデカ雪はもう行ったか。風の抵抗がすごい。うわー、飛ばされ。うおい、ちょ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 、うざいうざいうざい。それはめっちゃ飛ぶじゃん。いやもう子供いたらもうひとっ飛びよ空で。あれなんだもん。ちょっとー、あ、いた、デカブツ。わかったわかった、行く行く、今行く。お前俺らをさ抱えて持ってってくれよ。お前絶対大丈夫じゃん。吹雪吹雪いたら行きましょう。よし収まった、今だ。おいデカブツ。いやめっちゃすっごいよここ抵抗が。よしよしよし、よし吹雪が止んだぞ。エルサとアナ大丈夫かな。すごいことになってますね。あ、凍えてる。やばい、アナが髪も染めちゃって。アナ、あ、エルサ、やばい、どっちもやばいって。エルサ、アナ、やばい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 。ダメー。おー、勝った。
そうだ、アナ凍っちゃうんだったね。てんめえこの野郎。なになに、ブラックホールだ。なんだなんだ、やばい世界に放り込まれた。うわ、なに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 、うわ、ジンオガみたいな声してた今。どうすればアナが助かるかな。そこっていう、わからない。ちょっとかっこいいな、この敵。やるしかないんだ。おお、お前も行ったんだ、デカブツ。一緒に戦おう。ほら、ハニブラバージョンあんの。ん、追っかけろ追っかけろ、いった、追っかけろ、ハニブラ、ハニブラ追っかけろ、ナイス強し。そして凍らせるあいつ強し、デカブツナイス。くらえ、こいつ戦いづらいな。いいぞ、ナイスナイスナイス。いやいや、めっちゃいいぞめっちゃいいぞ。俺もあやつを呼ぶわ。オオカミにはライオンをね。きた、お前なんか目じゃねえぜ。おら逃がすか、おらおら、フィニッシュだ、燃えろ。超強い、超かっこいい、いった。ちょっと、お、よし、お前とのコンビネーション技いくぜ。おお、ああ、これできんの。俺が前回苦しめられたデンプシーロールを使いこなせることが来るとは。あ、逃げやがった。あ、やっべ、すごいよこれ。何、ハンスの心の中相当歪んでたんだね。いや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 、何何何、もののけ姫みたいなのがいっぱい来るんだけど。うわ、やっぱりなんか眠っちゃう。え、眠っちゃうのはやめて、それはずるいぞ。はあ、嘘でしょ。よいしょ、ほーら、全員倒さなきゃいけないでしょこれ。あ、49体倒さないといけないの。フィニッシュは決めた方がいいですねこれは。あー、決められませんでしたね。あれ、おお、何、お待たせ、なになになに、かっこいいかっこいいかっこいい、うおお、つえー、デカブツめっちゃつえぞ。演出がかっこいい。いやー、熱いっすね今回戦いが。よっしゃ、ハニブラ来てー、ちょこっと当たれ。よし、今だ、畳みかけろ畳みかけろ畳みかけろ、畳め畳め畳め、いけいけいけ、やべーやべ、ナイス、超ナイス。ドナルド、君は最高だ。よし、ハニブラ来た、完璧なタイミング。しかもリンクもできる、これ勝ったわ、これ勝った勝った。いや最悪だこれだよ。でも今回はハニブラ状態なんで。いや、これもう一回来んのか、ダリー。撃て撃て撃て、撃ちまくれ、とりあえず撃つしかない、撃てば当たるから、とりあえず撃つしかない、撃て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 、撃ちまくれ、サブゼロインパクト。よし来た、なんとかなるこれで。よし、ナイス、デカブツ回して回して回して、決まったべこれ、決まりますよこれ、ドガーン。どうじゃ、オオカミ
最後はこれで決める。最後じゃないわ。よし、相当減った。よし、これ決まりましたね。アニブレー、オッケー。トルネードしながら終わりました。やばい。あ、デカブツ。あー、なに、なにが起こった、どうなっちゃうの。あ、元の世界に戻れたのかな。あ、戻ってる。デカブツ、ありがとう。デカブツ戻してくれて。姉の愛が伝わりました、妹に。来たー、戻りました。いや、もういいって。いや、もういいって。ラクシーヌ。想定外だけど、この世界には2人もいたわ。マルシャってやつもそうだし、お前たちは何がしたいんだよ。ああ、もうマルシャには会ってるのね。だったら話は早いじゃない。さっきも言ったけど、ニューセブンハートよ。あんたたちが仲間を7人揃えられなくても、私たちの計画通り進めるための保険。他の世界の人たちを巻き込むな。ずいぶん男らしくなっちゃって。お姉さん嬉しいわ。でも巻き込みたくなかったら、ちゃんと7人の守護者を揃えることね。お前らこそ13人揃ったのか。王様からは1人足りてないって聞いてるぞ。もう揃ってるわよ。揃ってんのかい。いや、マジで何しに来たのお前。13の闇が揃った。光の守護者が7人揃わなければ、エルサとアナが危険に。ああ、感動ですわ。大丈夫？二人は強いよ。僕たちも負けてられないね。アナも強いし、エルサはなんたって。そうだな、さっきの力があれば。そう、アナ、エルサ、私を助けるためになんてことするの。大切な人だから。真実の愛が凍りついた心を溶かしたんだよ。愛は氷を溶かす。愛、エルサ。そうよ、愛、愛よ。お、あ、素晴らしい。すげえ、やっぱエルサ強すぎる。エル
ルサの魔法の力はディズニー界切ってですね、切っての最強具合だね。あー綺麗。はい、アレンデール完結。今度は落ちな、今度は落ちずに終わったね。高い魔法力を秘めたキーブレード、ブリザードクローとブリザードブリエードに変化します。あ、これはエルサのやつは強いかも。遅くなってごめん。久しぶり、急に呼び戻してごめんね。13機関はもう13人揃ったって言ってた。鵜呑みにしていいのかな。俺たち何度か新しい13機関に会ったんだけど、あいつらニューセブンハートとか言っていろんな世界のお姫様を狙ってるみたいなんだ。かつてのセブンプリンセスはすでにその力を別のものへと継承している。機関は継承された純粋な光の心の持ち主をニューセブンハートとして探しているようだ。なるほど。カイリは誰にも力を継承してないからニューセブンハートなのか。そうなるね。でもキーブレードを持つ守護者として空と一緒に戦う道を選んだんだよ。そっか。ティアはまだ見つかってません。でもバニタスが言ってました、空の中にベントゥスの心があるって。賢者アンセムの記録にも記されていましたから確かな情報ですよ。お前いたんだな。それならベントゥスを助けられる。でもベントゥスの居場所はアクアにしかわからないんですよね。やはりまずはアクアを探さないと。アクア闇の方にいるよ。俺が行くよ。いやでも、ソラは目覚めの力は取り戻したのか。いえ多分まだです。その力なしで闇の世界に行くのは危険だ。でもなんで笑うんだよ。いや、やっぱりイエンシッド様が言ってた通りだから。あ、イエンシッド様だ。ソラなら無謀に乗り込もうとするって。めっちゃ笑われんじゃん。ソラは俺とミッキーが闇の世界で苦戦したから心配してくれてるんだよな。まあありがとう。でもまずは目覚めの力を取り戻すんだ。闇の世界にはミッキーと俺で先に行ってるから後から追ってくれ。ああ分かった。でも無理しないで、何かあったら呼んでくれよ。そうだぜ。そうする。もう次は空は呼んで。無理というか無茶ですけどね。イエンシッド様の言うことは聞かないのに陸の言うことは聞くんだね。聞かれてんぞお前ら。全部聞こえてるぞ。まあナイストリオということで。では引き続き空は力を取り戻すことに、王と陸はアクアの捜索に注力してくれ。はい。なぜ機関に戻った。かつての相棒に冷たいじゃない。それにしても新しいリーダーのおじいちゃん
なんで私たちみたいな裏切り者を仲間に招いたんだろうね。ゼアノートは中身に興味はない。我々を器としか思っていないからな。もともとの13機関の結成もゼアノートの器を13集めるためだった。かっこいいこいつ。ひどい。また乗っ取っちゃおうよ。いや、前も乗っ取れてないし、やめといた方がいいよ。なんであんたが。さっきマルちゃん言ってたじゃん、中身に興味はないって。それにしてもあんたみたいな役立たず使うくらいだったら鍋でも器にした方がマシよ。イケメンばっかだな。いやいや、さすがに言い過ぎだって。俺だって本気出せばそこそこ強いし、まあできれば戦いたくないけど。あんたどこの世界にも行ってないでしょ。何がしたいのよ。だって俺補欠だもん。は？サイクスがビクセンも連れてきた。おそらくレプリカを使う気だ。また人形使うの？いやいや、それが今回はただの人形じゃないんだって。俺はレプリカの補欠なんだから。レプリカの補欠なんて、やっぱりあんたは役立たずじゃない。笑ってる。今回のレプリカはただの人形じゃない。忘却の城で使った陸レプリカは試作。その後もう一体、空の記憶から作られたレプリカは機関のメンバーとなった。そして今回のレプリカはさらに人間と等しいと聞く。完成はまだらしいがな。へえ。でも私、空たちに機関はもう13人揃ってるって言っちゃったよ。それはそれでいい。お。ゲッ、ゼムナス。こちらが13人揃ったと知れば、彼らも策を急ぎ、きっと準備は不十分となる。なるほど。でもさすがにこいつはないでしょ。ちょっと指ささないでよ。機関の結成ナンバー6まではもともと賢者アンセムの弟子。そこに7と8が加わり、13番目のロクサスはキーブレード使いだった。ではお前たち9から12の4名がなぜ選ばれたのか。強い心の持ち主だったからでしょ。いや、他の目的の達成のためだ。末席の私はまたのけものかも。あ、こんなやつもいたな。あんたもいるの？もうほとんど前と一緒じゃない。私はちゃんと任務についている。補欠ではない。聞いてたの？趣味悪いな。カードは後に出した方が優位だからな。任務ってまさか、シグバールの適当な噂しか情報がない謎の箱探しのこと？君に詳細を教える必要はない。それでゼムナス、他の目的とは？同窓会というわけでもなさそうだが。この4名の中にいる古のキーブレード使いを探すためだ。また深まっていきましたね、話が。はい、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。アナと雪の女王の編、アナと雪の女王の、シリーズは完結いたしました。次回からまた新たな世界へと一緒に旅まし新たな世界へと一緒に旅に出ましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。